夫婦カウンセリングの真実、メリットデメリットと聖書の教えということで、お話をしていきます。この動画では、実際に夫婦関係の相談をお受けしているカウンセラーが、離婚回避、夫婦関係修復の夫婦カウンセリングを受けることのメリットとデメリットをお伝えします。聖書は人間関係の問題解決方法というのを教えています。で、結論ですね。結論、夫婦だけで解決できないときは助けを求めましょうということですね。で、いつものように3つの点でお話をしていきます。1点目は、夫婦問題はまず2人で。そして2点目は、相談するメリットは客観性、デメリットは恥ということで、恥ずかしさということですね。そして、相談する上で必要なのは、恐れを乗り越える愛ということで、お話をしていきたいと思います。メインとなる聖書の言葉というのは、もし聞き入れないなら他に1人か2人一緒に連れて行きなさいという言葉なんですが、これ後でまたポイント、2番目のポイントで触れさせていただきます。で、もしあなたが真剣に夫婦関係修復を願っておられる、考えておられるのであれば、お試しカウンセリング、私は提供していますのでご検討ください。詳しくは概要欄にリンクが貼ってあります。はい。で、1点目ですね。夫婦問題、まずは2人で解決しましょうということで、カウンセリングの話でいきなりなぜ2人なんだというふうに考えられるかと思うんですが、聖書の言葉ですね。このような言葉があります。もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。ということで、マタイの福音書18章15節、イエス・キリストの言葉です。で、この兄弟があなたに対して、罪を犯したならというふうに書いてあるんですが、聖書はですね、人間というのはみんな罪人であって、罪を犯さずに生きられないんだということを教えているわけですね。別の言い方をすれば、罪を犯して傷つけ合ってしまうというのは、避けられない、人間の生活の一部であるということなんですね。ですからその都度解決して、和解して許し合う必要があるということを、聖書は教えているわけです。で、この、言葉からちょっと特徴的というか分かることは、罪を犯されて傷つけられた方が、罪を犯して傷つけた人にアプローチする必要があるということなんですよね。あなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、あなたはと書いてないんですけど、行って2人だけのところで指摘しなさい。だから指摘するのはこの罪を犯された、傷つけられた方だということなんですよね。で、これを考えるときに多くの場合、罪を犯した方、つまり傷つけた方っていうのは、そのことに気づいていない。もしくはその重要性というか、どれほどひどいことを、どれほど相手を傷つけてしまったのか、苦しめてしまったのかっていうのを知らないでいることが多いということなんですよね。多くの場合わざとやってないというふうにも言えると思いますね。だから傷つけられた方、罪を犯された方から行ってその罪を取り上げて、指摘するというふうに書いてありますけど、解決を図っていく必要があるわけです。そして2人で話し合って解決できれば、聖書は兄弟を得たことになると表現していますので、問題があった関係がまあ、仲直り、和解へと導かれて、より深い信頼関係がそこに生じるというふうに言うことができるわけです。だから何にも問題がない関係じゃなくて、問題を乗り越えた関係ということが、この聖書が目指すところだということなんですよね。で、夫婦の関係でも同じことが言えます。で、夫も妻も両方とも罪人なので、お互いを傷つけ合わずには一緒に生きていくことができないということですね。もう一回言います。両方とも罪人なので、お互い傷つけ合わずには生きていけない。ですから、まあ、あなたが、夫であれば、妻から傷つけられる。で、あなたが妻であれば、夫から傷つけられる。っていうことがあるわけです。で、その場合、傷つけられた方、罪を犯された方が解決のために最初のステップ、アプローチをする必要があるということですね。で、ここに書かれているように、2人だけのところで指摘しなさいとありますので、いきなりなんか他の人を連れてくる。まあ、例えばカウンセリングに行くとかっていうことではなくて、まずは2人だけで冷静に話し合えるように努力しなさいということなんです。で、これが第1のステップなんですね。で、そこで許し合い解決することができれば、夫婦の絆、信頼関係が深まっていく。で、夫婦というのは生涯かけてこのプロセスを繰り返していく関係なんだということなんです。で、そのように傷つけ合っちゃって「ごめんね」って言って許し「あ、いいよ」って許し合っていく。で、それを繰り返すことによって夫婦の絆というのは深まっていくわけですね。だから喧嘩しない夫婦がいい夫婦とは言い切れない。何か課題があって、それを一緒に乗り越えていく。傷つけ合ってしまうことをまたそこから修復を繰り返していくというのが良い人間関係なんだということができるわけです。しかし、まあ、それだけでも解決できない場合というのも聖書はまあ語っているわけですね。このように書かれています。もし聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。2人または3人の証言によって全てのことが立証されるようにするためですと。まあ、これ先ほどの次の聖書の言葉、まあ、イエス・キリストの言葉ですけれど、で2人で話しても埒が明かないということがあるわけですね。でその時に他に1人か2人一緒に話す必要があると聖書を教えているわけです。つまり聖書は、まあ、2人だけで解決できないケースもあるよねというふうに私たち人間のことを神様よくご存知ですので、そのように言われるわけですね。でどういうことかっていうと、傷つけられたり傷つけたりした方っていうのはどうしても感情的になってしまって、傷つけられた方は相手を責めてしまう。そして責められたと感じる方は自分を弁護しようとして、まあ、水かけ論的な感じになってですね、話がこう平行線になってしまうということがあるわけです。でそこで他の人、客観的に物事を判断できる第三者が必要になってくるわけです。で第三者が話し合いに入ることで何が行われるかっていうと、全てのことが立証されるようになる。立証されるようにするためですとイエス様はおっしゃったんですね。で、何があったのか、でどういう状況だったのか、そしてそのことによってどのようなダメージがあったのかとかっていうことを、整理されて明るみに出されて、まあ、立証されるのでしっかり証が立てられるというふうに書かれてますので、確かめられていくということなんですよね。でそこにはそのいわゆる客観性というのと同時に、その明るみに出されるので、この罪が明らかになる、自分自身の落ち度が明らかになるという、恥ずかしさというのもあるわけなんですよね。ですからメリット、この相談すること、第三者が入ること、カウンセリングもそうなんですけどのメリット、最大のメリットというのは客観性なんですね。客観性が入ることで整理される。で、別の言い方をすれば事実関係が明らかになる、立証されるということ、全てのことが立証されるようになるということですね。で、冷静になって夫と妻のそれまでの関係性で生い立ちとかその価値観、そして状況、そしてその時の心の動きなどが検証されていく、確かめられていくわけですね。でカウンセラー、私がその立場になりますけれど、中立な立場で事実関係を明らかにします。どちらかの味方になるってことはないわけですね。で夫婦だけの話し合いの時には先ほど申し上げた通り、感情的に もつれて視点が歪んでるんですよね。どうしても人間っていうのは自己中心のその思いというか、自分を中心に自分の視点からしかものが捉えられませんので、それが修正されていくということなんですね。確かにそうだったなって、確かにそうだよね、そういうふうに感じるよねとかっていうふうに整理されていく。でそうなると夫も妻も冷静に落ち着いて物事を捉え直すことができるようになるわけですね。カウンセラーはある意味直接的な利害がありませんので、整理することに集中することができるわけですね。でこれがメリット で同時に夫婦の間だけで留めておきたいような罪、それはどんな具体的に、例えば性的な関係の問題であるとか、経済的な問題であるとか、ライフスタイル、お酒とかギャンブルとかそういうこともあるわけですね。でそういうことっていうのは非常にプライベートでデリケートな事柄なわけです。だから誰にも知られたくないようなことということですね、別の言い方をすれば。そして自分自身のもう見たくないような罪深い姿とか恥ずかしい姿っていうのは浮き彫りになってくるわけですね。でそれがカウンセリングのデメリットというか、コストというふうに言っていいと思うんですけれど、それは必要なことなんですね。多くの人たちはそれに抵抗を覚えるわけです。だから行きたくないというふうになるわけですね。ご主人たちがそういう傾向が強いように、私は個人的に経験上感じますけれど、それがすごく抵抗を覚える部分、難しい部分ですね。でただそれを臭いものに蓋じゃないんですけど、それを取り扱わなければ根本的な解決にならないので、聖書はそういう深いところを心を探っていきますので、その聖書から、その自分自身の姿が、照らされていくというか浮き彫りにされていくということが解決のためには必要になってくるわけです。そして3点目ですね。3点目は、2点目がですね、相談するメリットは客観性、デメリットは恥ずかしさということですね。で3点目、必要なのは恐れを乗り越える愛ということで、聖書の言葉ですね。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出しますと。ヨハネの手紙第1の4章の18節に書かれています。愛という言葉はいろんな形で日本語でいろんな意味合いで使われますけれど、聖書は相手を大切にするということを愛であり、その大切さを聖書は語るわけですね。で夫婦関係修復に必要なのは、突き詰めればこの愛という言葉に集約されるわけです。そしてこの相手を大切に思う思い、愛は恐れを締め出すというふうに聖書は教えてるんですね。だから相手を大切に思い、関係を立て直すためにもう一人誰かが必要なんだ、第三者に助けを求める必要があると分かった時に、恥ずかしいなっていう、こう知られたくないなという恐れを乗り越える必要がある。でその恐れを乗り越える勇気を与えるのはこの愛なんだということなんですね。で私は本当にカウンセラーとしてご相談を受けていて、その相談に来られるクライアントさんたちに対してものすごく強く思うことがあるんですね。でそれはクライアントさんたちは本当に勇気がある。そしてその勇気を持たせるだけの、愛があるというふうに私は感じるわけですね。で誰にも言いたくない、その聞かれたくない恥ずかしい問題を誰か第三者に伝えるというのは本当難しいことなんですよ。でもその恥ずかしさ難しさを乗り越えて、クライアントさんたちは私のところに来られるわけですね。でそれはこの関係を何とか修復したい、自分自身が変わりたい、そういう相手を思う、愛だけがその原動力なんだということを、それは聖書が語っているわけですよね。であなたがもしそのご夫婦2人だけで解決できず、この動画を見ておられるとしたら、あなたが愛によって相手を大切に思う思いによって恐れを締め出して、もう一人の人に助けを求める、相談する勇気を持つことができるように、心から願ってますし祈っています。でそうすれば落ち着いて冷静に、離婚回避であるとか夫婦関係の修復に取り組めるようになるからですね。ですからもしあなたが最初にも申し上げましたけど真剣に夫婦関係修復を考えておられるなら、私のお試しカウンセリングもご検討くださればと思います。概要欄にリンクが貼ってありますので、興味のある方はご覧いただきたいと思います。はい、この動画をご覧になって、役に立ったなと思われたらいいねボタンを押していただけると、もっとたくさんの方々にこの動画を見ていただけますので、ご協力いただけると、ありがたいです。いいねを押してくださった皆さんありがとうございます。先ほども少し触れましたけれど、お試しカウンセリング、また、カウンセリングを受けるほどではないけれど夫婦関係の問題を解決したいという方は、離婚回避の無料の動画講座も概要欄にリンクが貼ってあります。興味のある方はご覧ください。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。